こんばんは、同志社大学の浜典子ではありません。同志社大学卒業生の。まはオーディン。留学生ではございません。優秀じゃん、でもございません。国籍です、国籍。なんてことやる。ビットコインなどの仮想。暗号通貨っていうかな、仮想通貨っていうの、まあ金塊みたいな見せてるでしょ。本当にあんのかな、持っとんのかな、金。 持ってへん可能性があるやろ。まあゴルフかいいけど、似てて、あれはね、まあ有価証券、有価証券の一種やろうね。まあ有価証券の一種じゃなかったら逮捕やからな。一応ビットコインは有価証券の一種なんですけど、コインって言いながらね、まあビットチップっていうチップもあるよな、コインとか。なんちゅうてんの、なんちゅうリーフ、ブリーフ。 ビットブリーフとか。で、展開なし、そっちからそっちは。その言葉遊びの方はね。ピークとかピークとかね、ビークとかピットとかね、コクピットとかね、コクピットブリーフとかあかんでしょ、絶対。言ってるやんか。言っちゃってるやん。なんかすぐ共に食わないちゃうくて。深夜放送みたいで、共に食う。なんか、今日の夕方から今にかけて200人ぐらい増えちゃったけど、前のアカウント、Facebook のアカウントでも、ね、一気にそんな風になりましたけどね。あの時はもうイスラム教徒の方ばっかりでしたけど、今回ちょっと違う状況みたい。重要なことはその前のアカウントにいっぱい書いたけど、もうそんなアカウントありませんけどね。まただから重要やなと思った時に同じようなことは言いますけどね、もちろんね。あの時書いてあったな、こう見てくれて見たらないよって。あかんで、そんな。でも、言うタイミングもあるし、で、その思い出すタイミングもあるし、言うタイミングって何かの記事なりね、何かの事件なり起きたから、ああ、そうそうそうって。 起きる前に言えやろ。言ってるねん、それは。前のアカウントでな。で、必要ならコピペしといてくださいねって言ったから。 さてさて、だから誰かがコピペしてるからね、だからご安心ください。でしょ？それが誰かなんか知らんけど、少なくともコピペも何も、その Facebook 社はね、知ってる話でしょ。サーバー残ってるんでしょ。こっちのアカウントなくなったら、向こうのサーバーからもこっちの記事全部消えるんやったら知らんけど、消えるよってもそのね、アプリのその削除でね、サーバーから消えるんですか、例えばなんか。ね。アプリ上の削除やから、所詮ね。所詮アプリやから。さてさて。それ、まあ、所詮がアプリ、されてアプリなんですけどね、現代はね。そのアプリでみんなしのごうと、しのぎ削ろうと、しのぎしようと してあるわけですけど、所詮アプリっていうのは、そのしのぎ、アプリでしのぎしようと思ってる人は、まあ、所詮アプリと思っておくべきだし、で、アプリなんか、まあ、SNS なんか代表的なアプリなんですけどね。アプリなんかどうでもええと思ってる人は、サルドアプリって思わなあかんっていう、その、バランス理論でして、まあ、相対性理論みたいな感じ、陰陽論ね。陽と思ってたら陰に気をつけろ、陰と思ってたら陽に気をつけろっていうことでもありますが、さて、そういうような健全な、ね、考え方をなさった方がいいですよ。ね、別にその絶対的なものをアプリに求めんでいいんやし、ましてアプリで出会った相手に絶対的なものを求めんでいいわけで。その相対的な付き合いだし、ね、その友達関係中でもね、その比喩的な共陸でしょ。フォロー言うてもね、フェロー言うてもね、比喩的なことですからね。比喩に絶対求めたらあかんよね。だ、芸能人とかスポーツ選手に対して絶対求めたらあかんよ。でもね、政治家には絶対求めたがるよね。それはまあ仕方ないよね。政治家だけは一番絶対を求められる職業ね。所詮代議士っていう公儀の代理人やのにね。代議士選んでんのは国民だし、そもそも代議士になる前に立候補させてんのは支持者やし、ね。支持者の言うこと聞かんようになったっていうようなケースもありますけど、たまにはね。基本支持者のね、そもそもその人を代議士として議会に送り込んだ人の話っていうのはね、いつまでたっても恐ろしいもんですよ、代議士にとってはね。ましてや、まあ、自民党員っていうのはね、自民党っていうのは地域の声を東京にまで持って行ってもうてるわけやから、地域の声がね、
国会で届くってのは自民党だけやからね、実は。まあ公明党の人たちも似たようなことはしてるとおっしゃるけど、それでももう公明党のトップ幹部、あるいは創価学会トップ幹部、そっちの意向がやたら強い。自民党はそうじゃない、ね、世代交代一番してるのは自民党だし、実はね、下克上めっちゃ起きてるのも自民党なんですけどね。まあ下克上みたいな戦国時代用語けしからんってやったら、下克上みたいな戦国時代用語はけしからんのですけど、ただ単にね別の表現使ったらよかっただけですから、世代交代とかね、風通しとかね、でしょ、入れ替わりとかね、自民党が一番起きてるんだから、でしょ。見たわからん野党の顔ぶれ全然世代交代なんか起こしてへんやん、野党なんかね。それ負けてるからでしょ。じゃあ阪神タイガースは全然めっちゃ交代してるやん、監督まあ知らんけどでもまあ民主党関係はね、自民党からいっぱい人材を獲得してね、選挙に強い人材をねどんどん獲得してるでしょ。小沢一郎とか中村喜四郎さんとかねでしょ。それは分かってあるんでしょ、ね、選挙勝たんと意味ないっていうのは議会制民主主義だとね、わーわー騒いでてもしゃあないと。もう国会で言うともう目立たんから、誰も見てへんから、国会中継 SNS で必死に言ってる。つまり野党が SNS を国会の代わりに使ってる。これはちょっと法律に引っかかりそうやね。多分引っかかるんじゃない、すでに今の時点で立法選でもっていう気がするね。それはもう、じゃあ自民党の先生が言うと、まあ別にそんなに政治的なこと、有効なことはおっしゃってない、なんかもう通知程度のことでしょ。だから自民党の先生は警戒してんねん。 SNS で政治論争を代議士がするっていうことは、代議士のという職業にとってはひょっとしたら法律違反、公職選挙法違反なんちゃうかなっていう可能性が、 SNS を議会の代わりに使ってはいけない、探してあるんちゃう。まあ法哲学から見て絶対そうだし、そこから導き出される法律ですから、法律の規定ですから、法律の規定の解釈論になった時に SNS を議会側に使うっていうのはやっぱりおかしいって裁判所は絶対、誰かは言うわ、裁判長が言うかどうか別としてね、判事が誰かは言うんちゃう、検事か誰か言うんちゃうね。まあどの裁判か別として、どっかの裁判で判事は言う可能性はあるよね、どっかの時点でね。まあ第一審の時点で、いや分からんけど最高裁で言うかもしれないです、結局は SNS は議会ではないってね、うん、でしょ。さてそれでね、じゃあ野党みんな総崩れやね、そうなったらね。紅茶自分で作ってます。まあほうじ茶とあとバラで、まあ酒税法とかじゃないからね、その紅茶自分で作ろうが別に問題ないですけどね、お茶、あのお酒じゃないからね、発酵しててもね、もし紅茶が発酵によりお酒になってるとやばいでしょ喫茶店飲まれへんやん、ね、茶葉法みたいなのないし、もうあ、まあ言うたらまあないね、他の国あるかもしれない、イギリスなんかありそうやな、例えば紅茶はもう専門業者しか絶対作ってはいけないっていう法律ありそうやな。日本はお茶なんか本職に任しときながらやってだけの話や、もともとね、でしょ。でコーヒーとかもう最近自分でブレンドご家庭でやるお父様とかね多いでしょ。紅茶もじゃあ作れるんだよ自分で、しかもほうじ茶から安上がり。日本は日本茶っていうのもほうじ茶は安いから、日本茶はね緑茶以上が高いけど、ほうじ茶は安い、しかもそのほうじ茶から紅茶作れる、チャンス安ね。こうやってね、あの家庭生活っていうのは楽しいもんでございまして、でしょ。これをお店で出そうとは思ってないけど、でもこんなのが有名になっていったらね、出せないこともない、笑いながらね、ちょっと長崎に作ってみましたみたいなね。じゃあお父様方今ですね、お仕事ね、就職によるお仕事、要するに雇用に応じて就職してるくどいか、この言い方、要するにサラリーマンやっておられるお父様もね、ああそっかって、そうやな、アイデア一つで脱サラ開業っていうのはアイデア一つやなって、僕は一体何をしてたんだろうって、アイデアでそれを製品化して
儲けてるその会社で給料を稼いでたのに。アイデア一つやんか、それ開業も独立会議もね、脱サラっていうアイデアが何とか入ってこなかったんだろうって、ね、日本全国のお父様方、全国の、サラリーマンのお父様方が、せやなって、なんか会社に勤めてたけど公務員みたいなノリやったんちゃうかなって、ご自身の一番奥深くをね照らしてくだされば、こういったものをね、うちの生き方も参考になるかなと思いますけどね。お酒じゃないよ、今言うたでしょ、紅茶からね。これ飲んでたお酒っぽいけどね。さて、じゃあ仮想通貨っていうのは絶対ね、相場がね、投機相場なんですよ、ね、でしょ。なんで投機相場、ブーブーってのこれともりくね、ともりくの音、投機相場をなんで通貨って言うかな怪しいでしょ。為替相場やったら通貨ですよ、もちろんね。通貨って為替相場やね。じゃあ国力に応じて為替が決まるから、 GDP などに応じてね、通貨のね実力って国家の実力だから、それが為替相場から安全でしょ。そんなに値動きせんやんだから、言うてもね。だけど仮想通貨、ビットコイン型の仮想通貨は為替相場じゃないでしょ。今の説明で明らかにわかるでしょ。 GDP なんか反映してないでしょ。何が反映してるかって、投機心だけやん。好奇心と投機心、投機相場やねん。つまり投機って何かって、まあ株式市場も投機相場ですけど、株式市場は歴史が古いし、動きもみんなわかってるし、読める人は読めるやんか。そんな読めるからっても儲からへん世界やねん。なんでかって言ったら、この産業とかこういうスタイルの企業はっていう読み方やから、基本ね。であともう一個は、この会社はこういうふうなことをしたっていうことを発表している、こんだけしよ大抵はね。裏話まで入ってるとインサイダー取引になったりするわけ、ね、そんなんで。でもそう一般論で、まあ値動き読むわけでしょ、株式市場はね。じゃあまあまあ一応安全やけど、ただ読みは外れるよ。だってじゃあこういうふうな考え方でいくと、この企業だろうなっていうどこまでやんか、分析言うても。でその企業だと思ってそれ買っても外れることはあるよ、それはそうよ。でも非常に論理的な世界でしょ。競馬はやったことないけど、競馬もそうなんでしょ、ね、競馬ってめっちゃ硬いでしょ、それやったらね。そういうふうな予想だから。でその騎手とか 馬とかね、あとどの牧場、馬主、どの競馬場、芝の感じ、天気でしょ。でその体調ね、自分の体調もねあるんでしょ。で出かける時の奥さんの顔とかもあるんでしょ、知らんけど、ね、じゃあビットコインどうですかって言ったら、そこまでの安定性はないかな。そんなのなんで通貨って堂々と言ったものかなそれびっくりしてんねん。ね、ただね、あと借金問題言ってんか、その借金があるのに納税義務なんかないよ。だからみんな開業するときに、まあ、借金しても納税義務はないから、その間に、借金がある間になんとか軌道に乗せるわけやねん、事業。うち借金してまで事業したことないけどな。だけど地銀とか信託じゃなくて、間違えた、信金やったかな、信用金庫やったかな、まあまあどっちやったかな、まあまあまあ地銀と信金には一点の話聞きに、お金借りれませんかっていうの話な、融資で。その時はまあお辻さんのアイデア面白いって、そのこの論文は預からせてくださいって言われましたよ。ほんで、まあ、お辻さんが非常に有名になって、でお辻さんの名前がそういう商売のメリットを生むようになれば、実はいくらでもお貸しできますって言われて、どういう内容の事業だったか言わへんけどね。で結局まあそれも当時 Facebook に書いたからな、知ってる人は知ってるし、つまり大阪時代の話ね。大阪時代に Facebook アカウントがなくなったから、でこっち来てつい最近やっと Facebook アカウント 5G になって復活できました。さてさて、それで 5G もね、5ギガじゃないからね、5ジェネレーション、5世代、第5世代って意味からね、紛らわしい用語使うよね、あれわざとらしいよねさてさて、ほんで借金に関してもね、じゃあ
例えば借金して事業するもんですけど、だけどそのクレジットカード、あの借金はな 借金っていうか自借金してへんわけやねん。それやったらクレジットカード使う自体が借金行為やねんけど、ただそのクレジットカード自体もともと非合法なもんだったから、本当は請求書に対して現金を支払うのが本当で、でその通帳によってその自動振り込みもなかなかね許されなかった時代があんねん。